国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県所沢市並木にある日本の厚生労働省の施設等機関。略称は、国リハ厚生労働省組織令、第149条に基づいて設置され、身体障害、視覚障害、言語聴覚障害、工事の機能障害、発達障害などの障害者のリハビリテーションに関する相談、医学的、 心理学的、社会学的、職能的判定を行い、治療、訓練、指導を行う。さらに調査、研究、技術者の養成、訓練を行う。福祉関連の総合的施設である。障害の予防とリハビリテーションに関する風の研究協力センターに指定されている。国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局。 国立障害者リハビリテーションセンター病院、国立障害者リハビリテーションセンター研究所、国立障害者リハビリテーションセンター学院、及び管理部より構成され、総長がこれらを統括する、隣接する国立職業、リハビリテーションセンターと共に合同で開催される文化祭、両センターで実施している訓練、クラブ活動の発表、模擬展などが行われる、 文化祭の名称は、所在地の並木に由来する。単に、並木祭りというと、近隣にある、防衛医科大学校の文化祭のことであり、注意が必要である。公式サイト、交通案内を参照。ありがとうございます。